こんにちは。パスファブチャンネルへようこそ。RAR ファイルのパスワードを忘れて、RAA パスワードの復旧方法を知りたいのではないでしょうか。心配しないでください。このビデオでは、RAR ファイルのパスワードを解除する2つの方法をお見せします。方法1、パスファブ 4RAR で、RAR ファイルのパスワードを解除する。パスファブのウェブサイトにアクセスするか、下の説明リンクをクリックしてソフトを入手してください。パスファブ 4RAR を起動する。追加をクリックしてパスワードを忘れた RAR ファイルを選択し、開くをクリックします。RAR ファイルのパスワードを解除するために、適切な攻撃を選択します。スタートをクリックし、パスワードが回復するのを待ちます。これで大丈夫です。RAR ファイルのパスワードが解除されたので、コピーをクリックします。RAR ファイルを右クリックし、展開を選択します。パスワードを貼り付けて、OK をクリックします。ファイルが回答されました。方法2、メモ帳で RAR パスワードのロックを解除する。デスクトップ上で右クリックし、新しいテキストドキュメントを作成します。好きな名前を入力して開きます。下の説明のドキュメントのリンクを開いて、コードを取得します。コードをコピーしてメモ帳に貼り付けます。左上のファイルオプションをクリックし、名前を付けて保存を選択します。ファイルのサフィックス形式をバットに修正します。保存をクリックします。メモ帳を閉じ、バットファイルを右クリックします。管理者として実行をクリックします。RAR ファイル名をクリックし、コピーします。右クリックして、RAR ファイル名をウィンドウに貼り付けて、Enter キーを押します。RAR ファイルを右クリックし、プロパティをクリックします。ファイルの場所情報をコピーして、ウィンドウに貼り付けます。Enter キーを押して、パスワードの取得が完了するのを待ちます。これで大丈夫です。パスワードが表示されます。右クリックで RAR ファイルを解凍し、パスワードを入力して終わりになります。概要欄にある URL をクリックすると、ビデオでご紹介したソフトを入手することができるので、よかったら使ってみてください。このビデオが役に立ったと思ったら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。